サムライジコのことです。はい、こちらの動画ではですね、久しぶりに久慈浜海岸に来た動画を撮っております。はい、 OK ですかね、こんな感じかな。はい、こちらの動画はですね、かなり久しぶりなんですけどね、僕の住んでいる茨城県の日立市の大三ヶ町のですね、すぐ近くにある久慈浜海岸という海岸があるんですけど、そちらの方から撮っておりますね。で、前はね、もう5年6年前はね、ほぼ毎日行きましてね、この久慈浜海岸で散歩してね、でその後にですね、感想ですねの動画、感想というか日常的にね、その時にこう思いついたようなことを喋るっていう動画をね、上げてたんですけどね、ちょっと僕ジムの方にね通い始めましたんでね、ちょっと久慈浜海岸への散歩っていうのはね、もうちょっとやめてしまったもんですから、なかなかね、ちょっと上げる機会もなかったんですけど、いつだっけな1ヶ月ぐらい前ですかね、YouTube のね、動画を、僕の動画をね久しぶりに見たっていう方がね、久慈浜海岸シリーズまた見たいですってちょっとコメントをね、いただきましてね、あ、そっかと、久慈浜海岸ねシリーズっていう動画もなんか気に入ってくれたら方もいるんだなっていうことでね、じゃあちょっと久しぶりに撮っかということでね、今日は撮ってみましたね。特にね、喋る内容とかはね、考えてないんですけど、いつもねこの久慈浜海岸シリーズっていうのはね、もうポーンとねこうスイッチ押しちゃいましてね、でそんで、もう思いついたことを喋っていくというね、僕は基本的にそういう方法ですけどね、ライブ配信なんかもそうですからなんですけど、久慈浜海岸に来ますとね、なんかこう、リラックスするんですね、これね。一人の空間ですからね。で、こう、いろんな考えが整理されていきましてね。で、結果的にこう、アイデアも浮かびやすいみたいな感じになりますね。したがってね、こう、リラックスしたね、感じで、撮る動画がね、どうなんでしょうね。心地の良い、ちょうどいい、茨城弁もね、いいですよというふうに。おっしゃってたんですけどね、俺はね、あんまりこう、何々弁って意識は全く今もしてないんですけどね、茨城弁と名古屋弁とかね、そしてもうぐちゃぐちゃになっちゃってますから、僕ね、岐阜にずっといましたからね、20代はね。ということでね、言葉、ね、何弁なんですかね、ちょっとわかんないですけど、茨城生まれだからね、茨城弁なんでしょうけど、そういうのね、コメントをいただきました。そうですね。あとはね、昨日かな。昨日、3日間のね、10月の12、13、14の3日間の集中特訓講座っていうのをやったんですけどね。神奈川県からね、堀口さんっていう方がね、いらっしゃいまして。実質、実質つかま、もう本当にワンツーマンですね。やりましたね。3日間集中特訓でね、二所不喫休のですね、完全ワンツーマンになりましたね、今回ね。一応集団で募集はしたんですけど、1日1人1万円つってね、9人、募集というふうに言ったんですけどね。問い合わせはね、2人ぐらいね、来ましてね、堀口さんも含めて2人来ましたんで、でも、1人がね、ちょっとお問い合わせいただいた後にね、メール、資料だけね、添付して送ったんですけど、ね、その後は返事なかったんでね。茨城県の人だったんですけどね。そのままちょっと返事なかったもんですからね。結局、堀口さんだけというふうになったんですけど、ね。最低人数2人ということでね、やるつもりだったんですけど、でも、1人でもやろうかなとね、途中から思いましてね。わざわざね、堀口さんも神奈川県からいらっしゃいますしね。3泊4日でね、しかも、いらっしゃいましたからね。小旅行ですよね。そういう感じでね、いらっしゃるんでね、1人でもやろうと、ね、いうことでね。収益性は度外してね、ちょっと今回は結婚させていただきました。ね。ただね、こう、実行した中でですね、やっぱこう、日照簿記一級ね、の、こう、ワンツーマン、独学で困ってる人に向けるワンツーマンね、これやっぱいいのかなというふうに今日思いましたからね。したがってね、ちょっとさすがに1日1万ってもうやりませんけどね、完全ワンツーマンで、切り替えてね、集団じゃなくて完全ワンツーマンに切り替えちゃってね、で、ちょっと金額も、高めにね、させていただきまして、ワンツーマンですから、しょうがないですからね。これは。他の学校とかね、絶対やってないサービスですからね。ワンツーマンね。その代わり、その人に合ったね、指導させていただくと。ヒアリングもしっかりとすると。苦手論点もしっかりと把握すると。
うん、で来てくれた以上はですね、必ず、苦手論点を特訓してね、得意論点に変えてですね、変えていただくとね、お帰りいただくというそういったねところは信念持ってねやっていこうと思いますんでね、うん、ちょっと新しい講座なんかもね、ちょっと考えてはいるんですけどね、思いついたらねまた改めてね教室バージョンで、教室の板書を使ったバージョンでね、録画で、また告知はさせていただこうというふうには思いますけどね、うん、そんな感じで、3日間やってみた結果ですね、うん、やっぱ日照簿記1級をね、完全ワンツーマン講座も、うん、まあ、ニーズがあるなと、うん、いうふうに思いましたね、うん、3級2級はね地元のね、住まれてる塾生がね、何人か、いらっしゃるんですけどね、まあ、今日もねこれから実は、14時2時からね、4時半までねワンツーマン3級ですけどね今日はねやりますけど、そうですね、今週はもう金曜日しか休み違う授業なしの日はないですね、うん、あともずっと基本的に、仕事がありますね、土日も関係なくねあります、そういった中でね、今日はちょっと講義前にね今日今の時間1時16分かね、あと、うん、40分後ぐらいですかね、まあすぐ近くなんですけどね、うちは教室はね、あと車で5分ぐらいで5分10分ぐらいで着いちゃいますからね、教室に向かってね、うん、でいらっしゃる塾生にね向けて今日は3級ですね、うん、その方は今日2回目なんですけどね、うん、しっかりと、ね、2時間半、ワンツーマンでね3級前傾3級ですけどね教えさせていただいてね、うん、で11月の24日ですね次ね前傾3級ね、うん、の試験に向けたご指導ねさせていただくと、ね、そういったね、流れでね僕は仕事をやっておりますね、うん、ということでね、まあ、ほんとかなり久しぶり、何年ぶりやろ、3年ぶりぐらいですかね、3年か4年ぶりぐらいに、久慈浜海岸に、まあ来たことはね、いっぱいあるんですけど、久慈浜海岸シリーズの動画ですね、撮ったのはだいぶ久しぶりですね、うん、でもやっぱりこう、うん、昔いっぱいやってましたからね、なんか昔の感覚がこう戻ってきたっていうかね、あ、こんな感じで俺喋ってたなみたいなね、まあ、なんかちょっと戻ってき、ましたね、うん、どうなんでしょうね、久慈浜海岸シリーズはこうなんつうのかな、本当にこうね一人のこの車の中の空間で喋りますし、うん、まあ飾りっ気本当にない状態でね喋りますからね、そういったところが、まあ、日常的なレベルでのね、素の後藤道夫というのが映るからいいのかなという感じなんですかね、うん、ちょっと自分ではよくわかんないですけど、うん、こういう動画でもねいいというふうにおっしゃってくれる方がねいるというのはすごくこうなんか、まあ、変な感じっていうかねいい感じっていうかね、不思議な感じっていうかね、うん、なんかいいですけどね、うん、本当にこう久慈浜海岸シリーズもね、まあ、ちょっとまたちょくちょくね、上げていこうかなというふうには思いましたね。はい、ということでね、これから講義の方に行ってきますんでね、これで今日はね久慈浜海岸シリーズ動画終了とさせていただこうと思います。はい、かなり久しぶりで撮らせていただきました。はい、またね、見てください。はい、ありがとうございます。